FM 富士ガールズガールズガールズフライングハイアップアップガールズカッコ2期イノストーキング FM 富士をお聞きの皆様こんばんは。私たちニキちゃんです。高萩千夏です。島崎ゆりやです。ニクラミです。アップアップガールズカッコ2期イノストーキング今夜がなんと50回目の放送です。50回すごい、嬉しい。50回も来ちゃいましたね。びっくり。かける2したら100ですよ。どうします。足す50したらさ100じゃない。100じゃん。あと何日したら10050も十分おめでたいですね。え、パーティーの準備しますよ。確かに。確かに。スタジオとかダメですかね。10年ぐらいだ。10年ぐらい10年やったらパーティーは10年。頑張らなきゃ。頑張るぞ。2037年。ね、頑張ろう。ということで、まあ、50回も皆さんと楽しく放送していきたいと思います。早速、はい、メール紹介からしていきましょう。はい、ラジオネームチークフリートさんからいただきました。ありがとうございます。ニキの皆さん、おばねー。おばんでーす。おばんです。さて、ちょっと前に元メンバーの吉川麻衣さんの生誕配信があり、うん、その時に一期ライブの開催が発表されていましたね。おー、自分はニキにちゃんとチケットを買ってライブに行ったのが実は初の一期ライブ。え、あ、でその時確か初台に見に行った記憶があります。その時見たサンサンさんが好きなので、その後も一期メンバー寄りに特典会とか行った記憶があります。なので今回もまだ開催は先だと思いますが、とっても楽しみにしています。また3期ライブは高萩プレゼンツでもいいのでぜひ開催してほしいですとのことです。ありがとうございます。あ、そうかそうか、そうですよね。一期生ライブまた開催決定したんですよね。わー、なんかね緊張するんだよね。でも一期のライブ、あ、そうなんですね。え、わかる。なんかこのパフォーマンスを見せるっていう方に結構脳みそがいくの。二期のライブはさ楽しくてこういっぱい盛り上げたいっていう熱い感じじゃん。なんか一期はもうお姉さんだからさ。いや、でも本当になんかその3人にしか出せないさ、かっこよさと大人っぽさと、わかる。なんかその結構喋ってる時とか、わちゃってしてる分、その一期ライブでガチってなるパフォーマンス私めっちゃ好きで、ゆりもめっちゃ好きです。え、めっちゃ緊張するんだよ。そうですよね。そう、ドキドキしてる。もう今もう早めにリハ入れてくださいくらいの楽しみです。そう、でもあのこう唯一こう2期の時のなんか可愛いとか元気とかじゃない、うんうん、こうちょっとパキッとした姿が見れるところだから、か、私も梶島もぜひ開催は決まってますので、うん、これ絶対見てほしいです。来てね。行きます行きます。来てね。絶対に見に行きます。ここは来るか。絶対に見に行きます。え、やる？3期も。え、3期ライブ、え、でもさ3期ライブがさ、うん、初めてやったのもさ去年？じゃ初めてじゃないか、去年の開催が2回目だったんだよね。そうか、そうそうそう、そうだ、そうか。で3期生はもともとこう森永ニーナちゃん、元メンバーの森永ニーナちゃんと、うんうん、私ニクラと島崎さんと、うん、で3人で3期生だったんですけど、うん、この2人そうなんです、今2人なんですよね、うん、そうそうなんですよ。森永ちゃんが卒業して、なんか3人ってさすごいボコボコ3人って感じで、でも今もボコボコじゃん。ボコボコ確かにちょうど3人の時はこう身長差も本当に電波みたいな、ドンドンドンだったもんね。キャラクターもね結構森永さんお姉さん系で、うん、そのちょっと子供ってちょっと子供だったね。ちょっと子供たち。ちょっと子供たちだったね、私たち。今二人でやったらどうなるのか。どうなるんだろうね。ちょっと想像つかないですね。ね、想像できない。はい、なんか個人プレイになっちゃう。ね、思ったちょっと。ごめんごめん、あんまり どうなんか分かんないけど、一人ずつ歌って MC で合流してそう。二人でやる意味が。一緒にいるみたいな。本当に一緒にいる今。同じとこに登場したいんだけどな。交わるの MC だけそこもなんかね予想よ、絶妙に ね間があるみたいな、距離感が それも3期っぽくて好きだけどね
ぜひプレゼンツしていただきたいです。ちゃんさんプレゼンツ、うん、うわ交わらせられるかな。そこをなんとか。そこ緊張する。なんでなんでそれに緊張するんです。期待に応えられるかな。ぜひ、まあはい、開催するときは来てください、ね、お待ちしてます。お待ちしてます。いろいろね やってみたいもんね。なんか私も、うん、佐々木と二人で、うんうん、こうハロプロさんの楽曲をカバーする高萩佐々木本気出しちゃうぞっていうガチライブしたいって話してて、めっちゃすごい素敵です。めっちゃ見たいです。え、いいよね。はい。これはまだあの社長にも返事もらってない。なんかね佐々木がね私行ってみますって言って言ったらしいんだけど、はいはい、返事来てないらしくて。あ、それ練ってるのかもしれないですね。あ、そうだよ。なるほど、いいじゃないか、ね、逆にね。こっちでプロデュースしちゃうぞって。うわ、暑いですねそれ。普段さ、はいはい、なんかどっちもライブってキャラじゃん、私も佐々木も。でもなんとなくちょっとあんまりさこう交わってないじゃん。2人でいるとちょっとおふざけしちゃうけど、こうライブやるときはもう本気出しちゃうぞっていうのをコンセプトにするライブをしてみたい。うわー、面白そう。なんか MC とパフォーマンスのギャップとかもすごそうじゃない。すごそう、めっちゃ見たい、ね、曲始まったらもうスイッチ。そう、いいな、やらせてください。みんなツイートして、高木佐々木本気出しちゃうぞ、ツイートお願いします。いい、見たいって言ってください。見たい見たい。ダンスダンスダンサンブルな曲とかも見たいです。混ざりたいでしょダンス。あ、ちょっとバックダンサーいいですか。ダンスだけちょっと入ってきちゃう。入ってきちゃうかもしれないです。でもさ、これから生誕祭とかも増えてくるから、うん、高木とか梶島もそうだし、うん、いろんなイベントが増えてくる夏なので、皆さんお楽しみに、楽しみということで一曲お届けしていきたいと思いますが、はい、先日にきちゃん北海道に行ってきました、うん、楽しかった。よさこいね初めて参戦してきたんですけど、今日はその曲を、じゃ、よさこいバージョンじゃないんですけど、オリジナルで、オリジナルバージョンをお届けしたいと思います。それではお聞きください。正解です。改めましてこんばんは、アップアップガールズかっこ2期の高萩千夏です。島崎ゆりやです。ニクラミです。今回はこちらのコーナーやっちゃいます。激論24時までそれ正解。このコーナーでは私たちニキちゃんがいろいろなテーマに対する正解を考えていきます。どんなテーマについても必ずこれが正解という答えを出していきます。前回決まった正解は、半年間のダイエット明けに一番最初に食べたいものの正解は、これね私と島崎で考えましたね、はい、考えました。好きなもので一番カロリーが高いもの、あえて選んでいこうっていう、はい、大正解です。大正解、やりたいですね。やりたいですね。でもそのために頑張るダイエットだもんね。そうですよ。ぜひ参考にしてください。そしてもう一個、もしもタイムマシンがあったらやりたいことの正解は、人助けって言ってました。ちなちゃんさんが、はい、ちなちゃんさんがさすがですね、ヒーローになって帰ってくるよっていうことで、皆さんもいい、ぜひ人助けしてください。ということで早速正解を考えていきましょう。じゃじゃん。テーマを引いてきました、私が。あ、引いた。森まで。ありがとう。はい、ラジオネームねりねりけしけしさんからいただきました。ねりけしさんの桜やかぼちゃ、チョコミントなどいろいろな期間限定商品がある中で、結局一番熱い期間限定商品の味の正解は、うわむずいな、難しい。確かに今ねちょうどチョコミント、あ、期間限定めちゃくちゃ多いよね。ね、え、でもさ、チョコミントってさ期間限定に限らず意外とない。ですよね。なんていうの、味のジャンルになってるよね、うん、人気すぎて。確かに。でもなんか、うんうん、流行り始めてる気もしますと年々。え、どう、やだ、流行ったら。私は全然嬉しいんですけど、うん、なんか個人的にはこうチョコミントの味が私すごい好きなんですけど、うんうん、でも特にやっぱそのアイスのチョコミントの味っていうのが好きだなっていうのがあるので、うんうん、こういろんなコラボも嬉しいけど複雑だなって気持ちはあります。
アイスだとねやっぱ冷たいのもあるからさ、ね、ミントがすごいスッてくるんだよね。その中に来る甘さがちょうどよかったりするね。そうなんですよ。自分の中でこれが一番美味しいチョコミントの食べ方だよって思ってるものがあるので、それをもっとみんなに知ってほしいなって、うん、なるほど、いう複雑な気持ちがあります。何でも出せばいいって問題じゃないんだよともちろんどれもこう美味しい商品ばっかなんですけど。なるほどね。そうなんですよね。好きなのある、うん、期間限定で、私普通にチョコが好きです何言ってるの。間違えました何言ってるの。あスターバレンタインの好きってこと。バレンタインが好き。バレンタインが好き。あのスタバの期間限定で考えてましたあスタバのあのチョコがすごかったやつありません。あれバレンタインだよね多分時期。バレンタインでしたっけ。えどこだろう、えいつだろう。でも冬じゃない。冬そうなのですね。チョコが好きですねバレンタインってことでしょ。バレンタインが好き。確かに。えなんだろう好きなの難しいね。なんかちなっちゃんさんはあんま期間のイメージないです。うん、うん、そうだね。左右されないイメージあります。確かに。あでもこの間のバナナクリームブリュレ、ブリュレ食べてましたね。全部スタバじゃんごめんなさい。だけどスタバだとちょっと考えやすいよね。そう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 、期間によってね。1ヶ月に1回ある、結構あるからね。美味しかったのバナナクリームブリュレみたいなやつ。えバナナ好き。バナナがものによります。なんかこうバナナの主張が強すぎない方が好みだなっていう。なるほど。じゃあダメか。でも期間限定はあれですよね、こうやっぱ好みが分かれない。うん、あ桃、あ桃人気そう。いちごじゃない。でも桃なら、え冬ストロベリー毎度やっぱ人気だから出るよね。あ、ね、ちょっとそれ、じゃ島崎が苦手なだけねそれ。あ、そっか、そうじゃん。いやいやゆりはそうなんさ。あのでもさ、でもさ、はい、なんかせっかくの期間限、やっぱ期間限定ってさ季節に合わせたものが一番やっぱさ、うん、綺麗というかさ素敵じゃん。確かに。で考えた時にさ、やっぱ日本なら桜味とかが暑いんじゃん。暑い。確かに。絶対春にしか出ないですもんね、うん、これは。確かに暑いよその方が。なんていうのそれって多分さ、うん、海外ではないじゃん。日本ならではの四季で。うーん、あ譲れない。 それ系で一個あるんですけど、うんうん、肉まんですね。肉まん、うん、これは何味、あの冬にしか出ない冬にしか出ないんですよ。えそうなの。あのセブン、あセブン、コンビニとかで、ね、こう肉まんが出された時に冬を感じるんですよね。え待って、あそうですよね。そっか、でも肉まんって言われたらうちおでんだわ。あーおでんもいいですね。でもやっぱそれってさ全部さ季節じゃん。はい、あ季節を感じられるものがいいってことだよね。確かにそうですね。しかもこれ味ですもんね、求めてるのが、商品の味っていうのが絶妙に難しいですよね。抹茶きっと佐々木ほのかさんは抹茶って言うです ね。でも抹茶でもさ人気になっちゃってるものはもう限定じゃないんじゃない、やっぱり。確かに。別にその季節じゃなくてもあるよ。あるはありはしますもんね、うん、あってなるとやっぱチョコミントは離脱じゃない、うんうん、あーちょっと馴染みすぎちゃった。期間から人気出すぎちゃったかもね。期間の枠はみ出ちゃったから、出た時にうわってなる。はいはいはい、ガリガリ君の梨味です。私はこれはダメですかこれも夏限定なんですよ。あそうなんだ。な梨がすごい好きなんですけど、これはちょっとあの夏にしか出なくて毎回買っちゃうんですけど、あんま共感できないですかね。ダメだ、ダメでした。でもやっぱもうさこれにする、これにしよっか。だって結局さ、いいそうこうやってもやっぱこうあーってなるから需要があるってことです。そうだね。じゃあみちゃんお願いします。わかりました。じゃあたくさん悩んだ挙句、うん、私たちが選んだ一番熱い期間限定の商品の味チョコミントで結局ね、これはちょっともう
ち持って帰って考えてるぐらいの、ねねね、熱い議論になると思う、ねねうん、塩レモンとかだって美味しいもん夏に出る塩レモンそうで、すでいっぱいあるんだけどそれを何だろう何やったっけって一回思い出さないといけない。でもその思い出すまでにこう至れないっていう段階でもうやっぱ王座には勝ててないよ。確かにチョコミント毎年出ますからね、うん、今も出てるけど買っちゃうし、ということで買っちゃいます、うん、とりあえず今は暫定チョコミント、うん、暫定で暫定1位ねみんなのなんかこれいいんじゃないみたいなのとかあったら、ね、教えてほしい、教えてほしい、思い出したい思い出したいね。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてラジオネームトレジャーボンドさんからいただきました。トレジャーさん、はい、自分の子供に習わせると将来周りの子と差をつけられる習い事の正解はとのことです。え、ゆりこれ話したことあると思うんですよ。え、何、あの普通に雑談で、うん、メンバーと、うん、ゆりはバレエを習ってほしいです。あのダンスの、クラシックバレエっていうのも、私があのダンスヒップホップダンスを小学生の時からやってたんですけど、うんうんうん、やっぱダンスの基本ってこうバレエとかジャズとか の, あの小さい頃から身につけるそういう基礎的なことだなって思うことが多くて、ちょっとあの私の子供にはダンスやるかもわからないんですけれども習ってもらえたら嬉しいなって思ったりしてますっていう一意見です難しいねこれ。なんだろう、差をつけるか、差をつけるの、え、めっちゃ難しい。でも私がその子供の立場だったら、うん、やっぱこう授業とか例えば音楽の授業とかにふってできる人がいたら、あ、すごいな、この子すごいってなると思うから、なんだろう、例えばそのピアノとかあの体育の授業で言ったらこうダンスとかこうたまにしか出ないけど、それ出た時にわっすごいなってなるのがちょっといいなって思います。わかる。でもわかるかも、私もピアノがいいな。ピアノ賛成です。よりも、ね、ピアノやってる人かっこよく見えるよね。なんかまず差がついてるじゃん、そのなんか弾けるっていう、うん、しかも自分挑戦して簡単にできないじゃん。できない、できないですよね。できないです。なんていうの、あのセンスとかじゃなくてさ、本当にきっとこう一から練習しないとできないからかっこいいなって思うね、ちっちゃい頃。私小学生の時によくそのクラス代表でピアノ弾ける人みたいな言われた時に絶対に手を挙げられない自分が悲しくて、あ、でもクラスに絶対一人か二人そういう子がいるんです。そんなこと思ってたの。だからそういう子って本当にすごいなって思うし、自分がそこで手挙げられたらなんかすごい自信になりそう、ちっちゃい頃から、ね、ちょっと聞いて、なになになに小学生の時にそれで伴奏やってくれる人募集されてて、うん、オーディションしますってなって、うん、ピアノ習ってないのに手挙げたんですよ、うん、で1週間ぐらい練習期間あって、うん、しかも両手で弾く伴奏で習ってないしできるわけないのに手挙げちゃって、うん、オーディションの時に何も弾けなくて超恥ずかしい思いしたんですよねでもやっぱ憧れだよね、はい、私も音楽祭でピアノ弾ける人誰もいなくて、うん、でも絶対にやりたいって思ってピアノ習って、小学校人数少なかったから全部やってた。かっこいい、すごい。なんか誰も いないし、絶対この中の一人になったらかっこいいよなって思って習った学校にも体現されてる。周りの子だけじゃなくてもう先生とかからしてマジで救世主みたいな。そうなんだよ、かったいた、いや本当にそう、ね、うちのグラスこれでよかった本当にそう。なんかさ人数少ないからそめなんかあんまりいないのよ。だから卒業式とかの校歌の伴奏とか全部よろしくみたいな震えながらやってた。でもかっこいいですね。そのかっこいいになりたくて頑張ってたから、多分一回は憧れるよね、子供の頃。憧れます。しかもアニメとか見てると絶対あの放課後ピアノ弾いてるやつ出てくるじゃないですか。いいあれやってほしいです。やったよ放課後綺麗な音が聞こえてくるな。素敵素敵やってほしいですね。めっちゃいい。あ、じゃあこれはもうここまで盛り上がりましていいんじゃないでしょうか。自分の子供に習わせると将来周りの子と差をつけられる習い事の正解はピアノ。
満場一致です、ね、でもピアノやってるとリズム感も若干つくから、うんうん、こうなんていうの運動とか、うん、あのダンスとかも使えるし、うん、あすごい音感つくから歌う、うん、歌えるようにもなるじゃん。可能性広がりますね。そう可能性広がるすごい、まあ、アイドルの可能性はすごい広がる、ね、広がります。確かに習っとけばよかったなって子供に子供にベビーということで、このコーナーではリスナーのあなたからぜひ私たちニキちゃんに議論してもらいたいテーマを募集しています。メールアドレスは uug2@fmfuji.jp です。ということでここで一曲。6月に入って雨の日が多くなってきましたね、うん、そんな雨の日お供にして聴いていただいたい曲をお届けします。ゆりが大好きな曲です。アップアップガールズかっこにきで土砂降りのテラス席。 FM 富士ガールズガールズガールズフライングハイ、アップアップガールズかっこにき、二の足トーキング第50回、そろそろお別れのお時間です。最後に私たちにきちゃんからのお知らせです。はい、6月28日は川崎クラブチットにてアットジャムミーツオールナイトライブ。失礼します。久しぶりのオールナイト。いや、懐かしい。久しぶりだし、あのついに私たちメンバー全員出場。やばい。そっか。そうなんです。今までこう、うん、年がね、うん、こうオールナイトだと出れないよっていう子がちょっとずつこう出れるようになってきて、ね、やっと今回、うんうん、最年少のほうちゃんが揃いまして、うん、寝ちゃうんじゃない。大丈夫ですか。大丈夫かな。バブちゃん、バブちゃん、もうたっぷり夜から朝までたっぷりとライブで盛り上げていきたいと思います、うん、そして7月の5日は今日は嫁の誕生日です。本当は昨日だけどね、ちなっちゃん生誕祭が表参道グラウンドで行われます。タイトル、タイトルかわいい。ね、スタッフさんからも言われてましたけど、ね、タイトルがめちゃくちゃかわいい。楽しみ、ね、皆さんで盛大にお祝いしていきましょう。で7月の7日はアップアップ TJPW かっこニッキー、ニキちゃんと一緒に七夕祭り、上野、上野恩師公園、恩師公園野外ステージ行います。めちゃくちゃ楽しみな大きなイベントです。まだまだあります。7月の15日にはアップアップガールズカッコフェスビーツ渋谷にて行います。やばいね。着々と迫ってきてまいりますが、はい、限定のユニットとかここでしか見れないものもめちゃくちゃ楽しみです。頑張りましょう。8月はね、あの世界最大のアイドルフェス TIFF2024 に出演も決定しています。わあ夏だね。楽しみ。やってきます。ついに楽しみだ。最高に暑い夏にしていきましょう。お待ちしてま す。天気いいことだけを願って。そうですね、そうですね。晴れしかかとお届けしたいです。ということで、その他詳しい情報はアップアップガールズかっこ2期の公式サイトや SNS をチェックしてください。そして番組ではあなたからのメールもお待ちしています。私たちへの質問、相談、番組の感想など気軽に送ってきてください。メールアドレスは uug2@fmfuji.jp です。X でポストしていただくときのハッシュタグはハッシュタグ二の足トーキング、漢字で二の足、カタカナでトーキングでお願いします。ということで第50回ここまでね、皆さんたくさんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。100回まずは目指して楽しくお届けしていきましょう。頑張るぞ。それではアップアップガールズかっこ2期二の足トーキング、今夜のお相手は高萩千夏、島崎ゆりや、新倉亜美、私たちにきちゃんでした。ではまた来週もこの時間に二の足トーキングしましょう。バイバーイ。